どうも完璧です、プロップスチャーム史上ですね一番ヤバそうな、チャームがね、売り出していたので買ってみました。はい、じゃじゃん。あれ何これ、あれあれ、なんかちょっと思ってた小さいですけど、親指じゃないの、小指、まあいいか、とりあえずまあこれ開けてみましょうね。はい、はい、こんな商品です。指ですね。なんかちょっとチャッチーな、まあ、多分ね親指にこのここに毛が生えてるというね、そういう商品だと思うんですけどね、なんかいまいちですね。なんか思ってたのとちょっと違いますね。右左はなさそうですね。まあいいか、まあとりあえずクロックスにつけていってみましょう。親指が出てるっていうのはね、小さい感じ。あとちょっと何これ、柔らかいな。こう付け根がちょっとやわやわすぎですね。親指じゃないな、小指かな。はい、こんな感じですね。なんかちょっと違うな。ちょっとなんか固定の仕方は考えた方がいいみたいですね。はい、こんな感じで、クロックスから指が飛び出てるよということですね。ちょっと残念やな、あんまりおもろくない。これ写真貼っときますんでね、撮ってる写真はもうちょっとリアルやったんですけど、お値段の割に残念な感じ。はい、出ました。はい、こんな感じね。入ってみたらこんな感じですね。これどうですか、なんか向きも変わっちゃうな。それほどびっくりせえへんかな。もうちょっとね親指みたいなこうでっかいのが来ると思ったんですけど、なんかちょっと小指っぽいですね。はい、なんかちょっとがっかりです。はい、そんな感じで今回はクロックスの指型チャームのご紹介でした。まあいいか。